はい、株価パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。はい、それではまず今日の日経。日経、今日は80円下げましたね。はい。で、ダウがね、前日反落っていうことだったんですよね。で、まあ、ナスダックはね、連日の最高値ということだったんですけども、ダウが148ドル下げたということになっていて、まあ、日経もね、3日連続で、まあ、利益確定売りに押されましたということになりましたね。はい。で、ただね、まあ、日経の長期で見たときには、全然こう2万6000のね、上の方行ってるんで、まあ、緩やかにね、ちょっとずつまあ下げてるんですけども、まあ、このところね、ずっとこうバック上げしていたんでね、まあ、少し調整してるっていう感じになってますよね。はい。ということで、はい。で、あとはマザーズなんですけども、今日はね、ちょい上げでしたね。はい、おめでとうございます。なんですが、しかしこの75日線のね、下をまだね、行ってるので、これうまいことね、もうちょっとね、こう頑張ってね、明日あたりこう75日線に戻ってきてね、くれればいいんですけどね。はい。それでね、ちょっと横行して、また上にね、ドンと行ってほしいなと思いますけども。はい。以上、GI 関連でした。はい。続いて、テーマ別。はい。で、毎日見ている、この巣ごもり関連と旅行関連の比較ですけども、今日はね、この左側の巣ごもりリモート関連の方が、まあ、このリストの中ではね、ほぼ上げて、で、右側のこの旅行関連が、まあ、半々という形になりましたね。はい。まあ、最近ね、ちょっと進行形のそのリモート関連が、巣ごもり関連がね、下げていったので、今日はね、ちょっと復活した感じになってますね。はい。続いてですね、EV 関連なんですけども、今日ね、久しぶりにね、EV 関連ね、盛り返してきたのがね、いくつかありましたね。で、まずこのね、黒田がストップ高まで来て、で、IMV もね、ストップ高まで来たし、セイコー電機もね、11% 上げてと。で、FDK もね、5% 上げましたよね。はい、おめでとうございます。で、参考合成なんですけども、はい、これもね、まあ、昨日激しく売られて、で、今日はね、5% 戻ったんですが、その後にね、OBK 後にちょっといい IR が出て、これですね、今期配当を2円増額修正と、ね、いうことで、6円から8円に大幅増額の修正しましたということでね、はい、これね、明日上げてくるんじゃないですかね。はい、良かったと思いますね。はい、おめでとうございます。はい。で、続いてですね、水素関連ですけども、はい、昨日のね、ザラバからね、同意づいてきたね、水素関連ですけども、まず中国工業がね、またストップ高でね、引けましたね。ということで、2連続ね、ストップ高になりましたけどもね、はい。まあね、これは本当に時価総額がね、ちびいんですよね。ということで、めちゃめちゃちびいのでね、こう上げやすいっていうことにね、なっていて、今も上げているということになってますね。はい。それから、ハマインもね、6% 上げたんですけども、ちょっとね、でっかい陰線になってしまいましたよね。ストップ高をね、何回かこうつけたんですけども、ちょっとかなりね、抑えられる形になってしまいましたね。はい。で、それから、オーバル。まあ、これもね、ちょっと陰線、大きい陰線をつけて、まあ、下げてしまいましたけども、はい。ということで、まあ、今日はね、EV のいくつかにまた資金が戻って、で、まあ、水素の関連もね、まあ、全部が上げてるわけでもなく、こう、だんだんこう選択される形にはなってるみたいですけどもね。はい。以上、水素関連でした。はい。続いて、新型コロナ関連でですね、またまでね、この富士精機、今日ストップ高で引けたんですよね。はい。いや、昨日ね、こんな大きい大陰線を引いたので、もうちょっとね、この辺からね、始まるかと思いきや、もう、こっからね、大幅ギャップアップして、ストップ高で引けたという、すごいね。富士精機、まだまだね、やる気満々ですね、これね。はい。はい、おめでとうございます。で、富士ガラスもね、大幅に上げましたからね、今日 13% 上げましたからね。はい。まだまだね、この富士精機、富士ガラスシリーズはね、資金を、まあ、持ってきてね、なんか上げたい人たちがいるみたいですね、これね。はい。なかなかすごいですね。はい、頑張ってます。それからですね、アンジェスなんですけども、今日ね、3% ちょっと上げたんですよね。はい。で、このね、結構この、マイナスの状態になっていたんですけども、で、そこからね、5番になってね、こう、ギュ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 ンってこう上げてきたんですよね。はい。で、まあ一応これにはね、理由があって、で、アンジェスがね、IR を出して、で、新型コロナワクチンウイルスの、第2、3層の臨床試験における接種開始についてというね、IR を出してきたんですよね。うん。まあね、これ一応予定通りのはずなんですよね。予定通りは予定通りで、うん。ということで、まあそれがね、交換されたということで、うん。まあ、良かったんじゃないですかね。はい。これからね、まあ本当にね、まあちょっとでも欧米のそのワクチンに比べたらちょっとかなりテンポが遅いので、うん、まあそうは言っても日本風のこう、着実なやり方でなんとかまあやっているのかどうなのか、まあとにかく今日はね、上げたんで良かったと思いますけども、はい。まあ日本のためにはね、早いとこもっとね、開発してほしいと思いますけどもね、はい。どうなることか。はい。アンジェスでした。はい、続いて、5G 関連で毎日見ているリバーエレクなんですけども、はい、今日ね、反発して 5% 上げましたね。はい、おめでとうございます。よかったですね。はい。で、昨日まで言っていたこの1300円のところ、はい、ここでね、一旦反発したんで、そこでね、なんとかギリギリ保ってほしいって話をしましたけども、はい、これで今日ね、うまく反発して1400円もね、超えて、うん、5% 上げということでね、はい、来ましたね。はい、おめでとうございます。よかったですね、これはね。うん、はい。それからですね、あとは IPO 関連ですけども、はい、昨日ね、ここはほとんどね、マイナスだったんですよね。この真っ青になってたんですけども、で、今日は IPO にね、結構資金が戻ってきましたね。昨日かなりこう、売られたことの、まあ、反動で上げてたという形になりましたね。はい。うん。で、あららも、まあ、3% ぐらい上げたので、で、まあ、この辺がね、本当にそこなのかどうか、ちょっとね、もうちょっと様子見ないとわかるんですね、これ。ここでね、横になればね、うん、まあ、そこかなっていう感じにもなるかと思うんですけども、はい。で、あとは最近ね、この上場したジオコードですけども、はい、ジオコードの方もね、6% 上げたんですよね。うん。ということでね、この辺がね、そこなのかどうかね、はい。うん、もうちょっと見ないとね、こう、怖い気もしますけども、はい、今日はね、何回かこう、プラ転したり、まあ、前転したりして、こう、上下しながらも最後の方はね、こう、力強くググググってね、上げてきましたんでね。はい。うん。ジオコードはね、いつもなんかこう、OPK マニアにね、上げるときは OPK マニアになんか買ってくる人がいるんですよね。はい。ということで、はい。今日少しね、IPO の方にも資金が戻りましたね。はい。よかったと思います。おめでとうございます。はい。で、続いてですね。この赤土なんですけども、はい、赤土ね、今日、爆上げしましたね。17% 上げましたね。はい。このチャートもね、なかなかすごいですね。はい。いやいやいや、すごい大したもんです。で、赤土にも、実はこう、まあ、IR っていうか、これニュースリリースなのかな。ちょっと、どっちか忘れましたけども、はい。で、出まして、で、この韓国コスメブランド、メデヒールがテレビとか雑誌とかに、いっぱいね、出ましたよと。露出が増加しましたよというようなね、なんかものが出たんですよね。はい。まあ、これをきっかけにね、なんか同意づいたんですけども、はい。うん。ということで、これはまあ一つのきっかけだと思いますがね、こういうのがもう出て、なんかこう、また上げてきたということになりましたね、赤土ね。はい。意外とね、この赤土侮れないですよね。なかなかこの、うん、下ね、切り上げながらね、いい感じで上げちゃってくれてるのでね、はい。うん、すごいですね。これもなかなかこう、いいんじゃないですかね。はい。関田でした。はい。続いて、クリーンエネルギー関連なんですけども、うん、クリーンエネルギー関連はね、今日そんなにね、上げてなかったんですよね。で、エバランスも一時こう、プラ転したんですけどもね、最後の方でね、こう、大引きにかけてね、こう、ドドドドってこう、売られちゃったんですよね。うん、これはね、誰が売ってきたのかちょっとわかんないですけども、ドーンとね、こう、最後の方ね、嫌な感じで終わってしまったんですよね。それから NPC も、ちょっとね、力が弱かったですね。今日 2% 上げぐらいだったんですよね。はい。前場でね、こう、プラ点までね、こう行ったんですけどね、残念ながらね、こう下げてしまったということになりましたね。うん。はい。ただ、こう、今日はね、陽線引けだったので、うん、チャートはね、まだこう死んでないかなっていう感じには見えますけどもね。はい。まだまだね、NPC も人気株なんでね、はい。もうちょっとね、全然、こう、どっかでリバーがね、来ると思いますけどもね。はい。安いところはね、拾っていきたいなと思いますけども。はい。以上、NPC でした。はい。はい。今日の新ネタに行く前に、株価パラダイスからのお知らせです。このチャンネルは、開始4ヶ月間で、チャンネル登録者1万人を突破いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。はい。そして、それを機に、成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。詳しくは、こちらの動画をご覧ください。ぜひ一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい、続いて新ネタ。はい。まずためになんですけども、ために今日ストップ高で終わりましたね。はい。うん。ためにっていう会社ね、今日僕も初めて知ったんですけども、とにかくね、ストップ高まで買われたということに、ね、なりましたね。はい。で、これはどういう話かっていうと、皆様ね、ニュースでこう見たかと思いますけども、政府がこの AI での婚活を後押しっていうのがね、ニュースがなんか出ましたよね。で、希望が合わなくても自分に好意を抱く可能性がある人を提案してくれるっていうね、なんかまあそういう AI のものを政府が後押ししてくれるっていうのがね、出たんですよね。はい。ということで、はい。まあこの記事にね、後押しされて、このすごくね、時価総額が低いタメギが、まあ一つの、関連銘柄として、釣り上げられて、買われたと、いうことだと思いますけどもね。はい。時価がね、めちゃめちゃ小さいんですよね。はい。ということでね、こういうなんかのね、きっかけでね、こう上げたい人たちがね、いるみたいなんで、こう上がってくるということになりましたね。はい。続いて、放電精密なんですけども、はい、こちらもね、ストップ高で来たんですけども、はい、よかったですね。おめでとうございます。で、これが、日刊工業新聞さんのね、記事なんですけども、で、この放電精密加工研とローバルっていうところが、防サビシステムを共同開発というね、ことが出たんですよね。で、これの下の方に、ね、書いてあるんですけども、一般的には数日かかる作業が1日で進む利点を生かしと、いうようなことが書いてあって、はい。こういうことでね、上げてきたということなんですよね。前にもね、こうリードっていうのが、爆上げしたときに、この同じね、新聞、日刊工業新聞から出て、それでこういう技術系の、それで、そこの産業効率をこう、高めるみたいな、そういう技術だったんですよね、リードの方もね。で、なので、これもね、似たような感じで、上げてきたということにね、なりましたね。はい。はい、おめでとうございます。続いてですね、この、大気アクシスなんですけども、はい、こちらもね、ストップ高できましたね。はい、おめでとうございます。で、こちらの、はい、材料、これですね。で、インド中央政府からの推奨認可により、デリー政府から受注ということが書いてあって、これがないかというと、この浄化層に対する推奨認可の取得っていうことについて、前からね、出ていたんですけども、で、それが実際、受注しましたっていうことなんですよね。ということでね、この、浄化層ということの、ネタなんですけども、とにかくインドで売れましたっていうことで、で、それぐらいでね、なんでそんなにね、上がるんだっていう話なんですけども、で、今回ね、これが、総額約1億円の受注っていうことなんですけども、だから何っていう話なんですけども、で、これよく読むとですね、この DDA っていうね、組織の管理下に、同様の計画対象の公演がね、1100箇所ありますということが書いてあって、これじゃあ1億円かける1100箇所全部受注したらどうなるのっていう、ことに加えて、プラスインド全土ではその100倍と報告されてないっていうね。だからこの1100箇所かける100倍の1億円全部受注したら1億円なのっていうような、単純な掛け算の思惑がね、計算したらそうなるからっていうね、ことで、面白いね、思惑として上がってきたということになりましたね。はい。これもね、なかなか面白いネタとしてはね、いいんじゃないですかね。はい。これからね、またこう、うまく上がっていくかもしれないですしね。はい。面白いと思います。はい。続いて、サンバイオなんですけども、で、サンバイオはね、今日 8% じゃないよ、ごめんなさい。6% ちょっと下げたんですよね。はい。で、まあ、これはね、何かっていうと、はい、こちらですね。で、12月の、まあ、8日の記事として出てるんですけども、で、SMBC 日興証券が7日に、で、同社の投資評価を1から2に引き下げたということで、はい、で、この目標株価がですね、3300円から2100円に見直しましたっていうのがね、あるんですよね。で、同社では、この脳梗塞を対象とした新薬候補の価値を引き下げているというようなことが、まあ、書いてあってですね、まあ、それで下げているんですけども、まあ、どうなんですかね。この、まあ、ずっと前もね、同じようなことなんか言いましたけど、証券会社さんのこのレーティングでね、大きく上げたりね、大きく下げたりね、どうなんですかね。どうなんですかね。まあ僕個人の意見としては全く信用してないですけどね。まあ、だからそれがね、当たるときと当たらないときって結構ね、激しかったりするんですよね。こんな書き方してても、全く裏側のね、反対側の結果になるときもあるし、まあ言ってたのがね、当たるときもあるしね、まあそれはまちまちですけどもね。まあだからでもね、これで下げたら、まあ安く買える、これからね、安く買おうと思う人はね、いいんじゃないですかね。ただ、今のホルダーはちょっとね、結構辛い感じだと思いますけども、はい。ということでね、罪作りな証券会社のレーティングですね。はい。というのが新ネタでした。はい。で、続いて、12月8日の注目と言っていた中で、はい、まだお話ししていないのがですね、DLE なんですけども、はい。で、ネタが出てね、それでストップ高までね、買われたのがここだったんですよね。4営業日前の話ですけども、はい。で、これがですね、もうすでにこう前後してね、それよりさらに前転しましたからね。これはね、ちょっとどうなっちゃってんだって話ですけども、前転まで行くのはね、ちょっとどうなんですかね、これね。からね、まだここの、もし本当にこの空売りがね、いっぱい溜まってるんであれば、どっかでね、仕掛けてくることになるかと思うんですけども、はい。まあ、単なるね、損切りの集まりなんだったらもう戻れないかもしれないですが、まあでも空売りがね、相当入ったのは間違いないと思うんで、これをね、ちょっとなんとかね、何日間後かにね、こう、少なくともこの辺ぐらいまでね、戻るんじゃないかって気はね、しますけどね。怪しいですけどね。どうでしょうかね。はい。以上、DLE でした。はい。続いて、12月9日の注目銘柄。はい。ために、黒田、放電精密、富士世紀、大気薬室、中国工業、リバエレク、田中、DLE、エバランス、NPC、ダイヤエレクトリック、サンバイオ。はい。このように中心に見ていきたいなと思ってます。はい。それではここで、株価パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。